今日はあのビザスケさんですね。イングローバルでもナンバーワンの価値値をですね、あの、取りにされてらっしゃるっていうところでですね、うん、去年から今年で66万円平均にしようっていう、で、なんか何があったんだろうって感じになるぐらい上がってるんですけど、アメリカの大手のトップのコンサルティングサービスであるコールマンっていうところをですね、100億円以上の金額で買収したっていう、うん。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、トップシのサスケです。ということで本日もやってきます、トップシアカデミー。はい、まあ、動画さんに来ていただきますけども、よろしくお願いします。はい、今日はあの企業研究編、まあ、いつも SaaS 一緒に撮ってるんですけど、ちょっと番外編的な形で SaaS じゃないんだけど、まあ SaaS 業界企業並みに、まあ、人気の企業さん取り扱っていこうかなという企画でございます。はい、はい、で今日はあのビザスケさんですね、あの取り扱っていきたいと思うんですけども、まあもう言わずと知れた名企業ということで、あの結構転職マーケットの人気の企業さんで、まあ、我々もあのかなり支援をしている企業さんなんですけども、うん、じゃあいつものごとくですが、まずはじめに簡単に自己紹介お願いします。はい、あの岡と申します。よろしくお願いします。うん、僕はキャリアとしては新卒アリクルートに入ってタウンワークの領域の営業企画を何年かやらせていただいた後に、あそこからあの HR テックのSaaSのリフカップという会社に転職しまして、うん、カスタマーサクセスのメンバーを2年、ビジネスの宿泊員を2年半担当させていただきました。で最近また転職しておりまして、この4月からですね、あのスタートアップの企業に投資をする、まあ、投資ファンド、ベンチャーキャピタルであるアノバカという会社に入社をして投資担当になりますと。はい、ということで、まあ、小田さん、SaaS のプロということで今出ていらっしゃいましたけども、はい、まあ、そもそもスタートアップに詳しいというところで、まあ、ビザスクさんも、かなりお詳しいという立場だと思うので、いろいろ解説していただきたいと思ってます。はい、で早速ですが、いつも通りあの星取り表を見ていきたいんですけども、まあ、こちらになります。はい、じゃじゃんということで、将来性星4つ、年収星4つ、働きやすさ星5つ、転職難易度星4つ。はい、ということで、まあ、またここも軒並み高評価ということですけども、はい、早速じゃあこの内容について見ていきたいと思います。はい、で今日については、主に企業概要のところと、皆さんが一番気になるであろう年収ですね、ここの解説をしていきたいと思います。じゃあ早速ですが、ざくっと聞いちゃいますけど、ビザスクさんがどんな会社かとか、はい、概要聞いてもいいですか。はい、ビザスクさんはですね、その知見と挑戦をつなぐという、まあ、ミッションを掲げられてですね、あのビジネスエキスパートの方と企業の方をおつなぎされるような、うんうん、あのスポットコンサルのプラットフォームを展開されてらっしゃるような会社ですと。うんうん、でまあ、これどんなあのサービスなのかみたいなところを軽くあのご説明をさせていただくと、うん、例えば、まあ、企業が新しい領域で新規事業を起こすだったりとか、うん、コンサルティングの企業が企業に対してコンサルテーションを提供するっていう時に、うんうん、その、まあ、事業展開をされようとしているとか、コンサルティングしようとしている領域についての知見っていうのを、まあ、サービス提供側が持ってないといけないっていう、まあ、そういう、はい、話があるんです。うん、まあ、例えば、ものすごい例えばですけど、うん、もう皆さんが外資系コンサルティングの会社に転職されて、はい、で宇宙ビジネスのコンサルティングしてくださいって言われた時に、うん、まあ、今持ってる知識でできないじゃないですか。そうですね。はい、まあ、そういう、まあ、その事業の解像度を高めるだったりとか、市場環境について理解をするだったりとか、うん、まあ、いうところに対して、まあ、そういった専門知見を持った方に対してお話を聞くっていうのは非常に有効な手立てかなと思うんですが、うん、まあ、ビザスケさんはですね、そのプラットフォームの中に、まあ、そういったあのドメインエキスパートの方がですね、かなりたくさんあの登録をされており、うん、コンサルティングの会社や事業会社が新しく事業を立ち上げるとか、まあ、事業のコンサルをするっていう際に有識者に意見を簡単に聞くことができるよっていうプラットフォーム、まあ、それをあの展開されてらっしゃるっていうのがメインの事業になっているというふうなことになってます。うん、ありがとうございます。はい、まさにこう従来であれば新領域の進出って、例えばコンサルティングファームに多額のお金を払って依頼しなければいけなかったりとか、はい、まあ、結構このペインが深かった領域だと思うんですけど、それをライトに個人と法人がつながるプラットフォームというか、はい、まあ、出てきた当初も結構画期的でしたし、今も伸び続けてますよね。そうですね。はい、うん、ありがとうございます。最近ではビザスクさんの類似サービスとかもいろいろ出てきてる印象ありますよね。確かに、はい、その先駆けがビザスクさんという印象ですね。そうですね、まあ、ビザスクさん出てきた当初でいうとですね、まあ、やっぱりそのココナラさんみたいな、あとはランサーズさんとかみたいな、はい、デザインとかエンジニアリングとか、うん、まあ、なんですか、制作系とかそういうところに知識や経験を持つ方と手軽にマッチングできるプラットフォームが出てきたっていうのが、うん、まあ、ビザスクさんが出てきた時のまあ背景なんですけど、うん、まあ、でもやっぱりその深い特定ドメインの専門知識を聞けるプラットフォームっていうのはまだまだなかった時代だったのかな
と思っていて、うんまあ、そういった時代に出てきて急成長されたっていうような企業さんの一つだというふうに認識をしています。うん、ありがとうございます。なんか他にもビザスクさんの特徴ありますか？はい、まあ、ビザスクさんを語るにあたってはですね、まあ、抜け落としてはいけないニュースっていうのがあったかなと思うんですけれども、うんはい、ビザスクさん海外事業も積極的に展開をされてらっしゃるんですけど、うん、確かになんかビザスクさんが旧マザーズに上場されてから、うん、海外に手を出され始めたっていうところだったんですけど、うん、象徴的な出来事として、うん、アメリカの大手のスポットのコンサルティングサービスであるコールマンっていうところですね、はいまあ、100億円以上の金額で買収したっていうニュースがありました。覚えてますか？あ、覚えてます、はい、かなりレアな要は日系のベンチャー企業、はい、海外企業を買収すると、はい、レアじゃないですか。レアですね。印象残ってますね。いや本当にそうで、その出来事自体も象徴的だったんですけど、うん、ビザスクさんよりコールマンさんに登録してたビジネスエキスパートの方の数っていうのが、ビザスクさん多分当時4倍とかそれぐらいいたんじゃないかなっていう数で、コールマンの方が上ってこと、はい、圧倒的に大きなサービス、自社より大きな海外のサービスを買収して合併するっていう、そういうところもすごく象徴的な出来事だったなっていう感じですね。うん、ここってそのもちろん買収としても非常に印象的な出来事ですし、はい、こうしたさんの目線で言ってもやはりこうベンチャースタートアップ挑戦したいんだけどかけることのグローバルをやっぱ目指したいって方すごく多いんで、はい、その観点でやっぱビザスクさんはこのもう海外買収した事例があり、はい、そういったグローバルに関われる仕事があるっていうところが魅力的ですよね。もう本当におっしゃる通りかなと思っていて、うん、SaaS の企業だと国内では まだあまり海外展開されてらっしゃるところで本当に少ないと思うんですよね。なんで大手企業で例えばその海外に類する経験を積まれてらっしゃってる方って、まあ、仮にスタートアップに転職しても、まあ、海外の事業に携わりたいって思いを持たれてらっしゃるって方も多くいらっしゃるとお伺いするんですけれども、まあ、ビザスクさんの場合だとですね、知見のマッチングなわけですよね、ビザスが。でやっぱりその海外企業が日本に進出したいとか、はい、日本企業が海外に製品を売っていきたいとか工場を作っていきたいっていう時にどうしてもその海外の知見とマッチングするっていうところが必須になってきてて、でそうなってきた時に、まあ、コールマンっていう会社も持ってるし海外事業も展開してるっていうところで、まあ、海外にビジネスとして携われるっていうところはですね、もう IT 企業の中でも結構レアなケースなのかなと思ってるので、そのあたり非常に魅力的だと思ってます。うん、はい、ありがとうございます。本当にうちの視聴者の大企業の在籍者が多いので、はい、皆さんグローバル志向強い方多く、はい、この点は非常に魅力的だなと思います。ですね、はい、ちなみになんですけど、まあ、ビザスクさんですね、世界にも7拠点持ってらっしゃるみたいな。7、はい、それはちょっと知らなかったです。そうなんです。国内200人に対して海外500人ぐらいの人が、はい、もう完全にグローバル比率の方がもう拠点ベースで見ると高いです。そうですね、拠点と人員ベースで見ると高くて、まあ、ここに多分出てる資料の通りなんですけど、まあ、やっぱりアメリカ、まあ、日本だったりとかイギリスも、うんうん、みたいなところにも拠点が終わりになっているというところみたいです、うんうん、はい、いいですね。はい、はい、ありがとうございます。結構サービス内容と、まあ、このグローバルの点が魅力だという点はよく分かったんですけども、はい、やっぱりこう気になる年収のところ、うん、はい、小田さんどのようなイメージを持たれてますでしょうか？あ、はい、まあ、ビザスクさんは公開されてらっしゃる情報で2023年5月の平均年収が571万円っていうふうに、うん、でまあ、これ平均年収ってそこだけ見ても意味がないんですけど、はい、まあ、例えば平均年齢が50代の企業で571万円なのか、うん、まあ、20代の企業で571万円なのかまた違うと思うんですが、はい、まあ、ビザスクさんってもともと30代の方が多かった組織だったんですが、うん、まあ、最近若い人の採用も積極的にやられてらっしゃるみたいで、うん、まあ、20代の比率がおそらく一番多かったはずですと、うん、で、まあ、その中で571万円という水準で見ると国内の SaaS 大手と比べてもですね、遜色全くない水準かなというふうに思っていて、そうですね、はい、比較的高い水準と言えるのではないかなというふうに考えています。うん、ありがとうございます。私も同じ認識で、まあ、SaaS のコンテンツたくさん YouTube で募集で上げてますけども、はい、そこら辺の人気企業さんと比べても本当に同じ水準というか、うん、で支援していてもやはり実際のオファーとか見ることもありますけど、はい、都道水準コンペになることとかも見て、うん、高いレベルだなという印象がありますね。なるほど。まあ、さらにですね、直近4年間従業員の給与水準というところも右肩上がりで、例えば、まあ、うん、去年から今年でいうと66万円平均にしようっていう、うん、これなんか何があったんだろうって感じなレベルで上がってるんですけど、そうですね、はい、1年で66万ってなか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 ないですね、うん、はい、まあ、ただそういったトレンドであるっていうことも鑑みてですね、全社平均的にも上げていくトレンドがあるっていうことは、まあ、候補者の皆さんにとっては安心の材料なのかなというふうに思ってますし、うん、まあ、さらに給与テーブルが開示されてるのもいいですよね。なかなか開示されたい企業も多いじゃないですか。確かに、はい、まあ、ミッショングレードっていう、まあ、いわゆるそのビザスクさんの中で担われる職務の難易度に応じて報酬が紐づくっていう、まあ、僕がもともと在籍してたリクルートと同じ給与形態取られてらっしゃるんですけれども、うん、まあ、つまり年次が上がっていくごとに年収が上がっていくというよりは、うん、その担う業務の難易度が上がっていくにつれて、まあ、年収が上がっていくっていう、うん、まあ、いわゆるその職務等級の制度を導入されてらっしゃって、うん、まあ、評価基準だったりとか、うん、年収水準のところもかなり明確になっているというところは非常にいいポイントなのかなというふうに思います。うん、はい、なんかここの
フェアな給与体系とか評価制度っていうところも20代の方が増えている一因なんでしょうね。あ、そうですね。経営陣にリクルートの方が非常に多い組織だったりするので、若手の人でも成長志向で働きやすいというカルチャーになっているかなと思います。うん、ありがとうございます。ちなみにこう特殊なビジネスモデルだと思うんですけど、はい、職種とかはどうなってるんですか。あ、あれ職種のグラフぜひ出してください、はいはい、見て分かる通りビジネス系の職種が非常に多いですよね、うん、はい。まあ、やはりそのマッチングプラットフォームとしてのシステムを形作る、はい、まあ、開発だったりとか、うん、もちろん組織回していくのに必要なバックオフィスの方っていうのも当然必要なんですけれども、うん、まあ、ビザスクさんのビジネスってやっぱりその知見を持たれる方がプラットフォームに登録する数を増やすということと、うん、まあ、あとはそれを利活用する法人だったりコンサルティングファンド銀行みたいなクライアントの数を増やして、うん、中でどうマッチングを増やしていくかっていうのが事業成長において一番大事なポイントなんです。そうですね、はい、うん、なのでそういった部分を担うビジネスの人数が多いというのが特の結果なのかなというふうに思っているというぐらいです。うん、はい、なんかここもこう SaaS と比較すると SaaS はやはりエンジニアの部隊の人数割が比較的高く、はい、プロダクト中心のカルチャーだと思うんですけど、うん、はい、水塚さんやっぱりこう割合見てもビジネスサイドのカルチャーがなかなか強そうなところもあるので、うん、そうですね、はい、もしかしたらまあこうそういうビジネスサイド主体の組織に納得したいとかいう答え方するといい環境かもしれないですね。そうですね、はい、事業部もちょっと特徴的で、まあ、事業部の図もぜひここに出していただければと思うんですけれども、うんうん、まあ、平たく言うと法人事業部、PF 事業部、ビザスクパートナー事業部、ライト事業部、うんうん、まあ、4つがあるよという話なんです。まあ、最初 の法人と PF 事業部が何が違うのかみたいなところでちょっと分かりづらいかなと思います。確かに、はい、簡単にご説明できればと思います。ありがとうございます。で、法人事業部の方で言うと、まあ、簡単に言うと事業会社向けのサービスを提供していると、うん、まあ、いわゆる別に商社でもいいかもしれないし、メーカーでも建設でもいいかもしれない、うん、そういうところの人が新しい事業を立ち上げるとか、まあ、既存事業のエキスパートに話を聞きたいというのが、うん、そこのマッチングを手掛ける事業ですと。なるほど。で、取り扱うサービスも結構多岐にわたるみたいで、うん、まあ、例えば1時間 のスポットコンサルティングのサービスというのもそうかもしれないですし、うんうん、なんか また別のですね、より多くの有識者に話を聞けるパッケージみたいなところもあるらしいですけど、はい、うん、まあ、そういったところをその法人さんにアポイントを取って商談をして導入してもらって、うん、まあ、成功していただいてっていうところでインサイドセールスからサービスみたいなところまで分かれているというふうなところが法人事業です。なるほど、はい。2つ目の PF 事業部というところもですね、比較的人数規模が多い組織だったというふうに伺ってるんですけれども、うん、ここはですね、お客さんがコンサルティングファームになっているんです。おー、はい、なるほどなるほど。なんでコンサルティングファーム、国内の既存のコンサルティングファームとはすでにザスクさんお取引があるそうなんです、うんうんうん、なんで新しく営業してコンサルティングファームを開拓していくという職ではなく、そのコンサルティングファームの中で立ち上がったプロジェクトに伴走してそのリサーチの部分ですか。なるほど、はい、そこを一緒に設計していくっていう役割を担うっていうところが、うん、まあ、PF 事業部がやってらっしゃる仕事の内容。そうすると僕冒頭こうコンサルファームがやってた役割を今日ザスクさんが担い始めてるみたいなことを言っちゃったんですけど、はい、とりあえずコンサルファームさんも取引先であり協力先であると、はい、かなり大きなお取引先の一つだというふうに聞いてます。事業部が一つ成立してるぐらいですかね。そうですね、はい、うん、この2つがですね、かなりビザスクさんのビジネス事業の中核をなすような事業部なので、まあ、2つ取り上げてご説明させていただきました。うん、ありがとうございます。ということでざっと見てみると、やはりこう SaaS 企業と比べても、給与は同水準でありながら、はい、かなり特徴の強い会社さんだなという印象で、はいはいはい、キーワードでグローバルとか、うん、ビジネスマッチングっていうポイントだったり、うん、自分にこう合うなと思う方にはこうかなりいい会社なんじゃないかなと思いますので、うん、はい、まあ、皆さんもぜひね、興味をお持ちいただけたら安子さん検討いただければと思います。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。カルチャーの方からお伺いしたいんですけども、ビザスクさんのカルチャーどんな特徴があるんでしょうか。はい、まあ、これ半分僕の主観も含まれてるんで、はい、まあ、なかなか難しいところなのかなと思うんですけど、うん、まあ、まず事実ベースですね。事実ベースなんですけれども、かなりですね、中途採用の比率が高い会社さんで、新卒採用を始められたのも多分結構最近の出来事だったのかなと思ってますと、うんうん、で、まあ、中途採用されるにおいては、うん、もちろんそのスポットコンサルティングの経験者ばっかり取っても、もちろん人そんなにいないわけなんで、市場に、うん、なんでいろんな業界からの転職者が比較的多いっていうところが大きな特徴の一つなのかなというふうに思ってるので、うん、まあ、かなりですね、多種多様なバックグラウンドを持った人材が
いらっしゃるというところが一つ大きな特徴なのかなと思うんですね、うん、はい、具体的にはこうどのような業界の方々がいらっしゃるんでしょうか。そうですね、これはかなり多様だとお伺いしてるんですけど、まあ、もちろんメガバンクだったりとか、まあ、人材だったりコンサルもそうですし、まあ、IT 証券みたいなところとかメーカー、まあ、本当に幅広いんですよね。本当にかなり幅広いところからの採用が進められてらっしゃるなという印象です、うんうんうん。まあ、ただ上層部結構リクルートの方も多いというふうにお伺いをしているので、はい、少しカルチャーとしてはリクルートに近いというふうな印象を持っているという感じですね、うんうん、なるほど、はい。じゃあこの経営層上位層の方々はリクルート中心なんだけども、メンバークラス見ると本当に達したような業界の方がいらっしゃるという印象を持っておけばいいですかね。おっしゃる通りです、はい、うん、これはあれなんですかね、やっぱりビジネスマッチングっていうサービスの特性上さまざまな業界の知見があった方がいいっていう側面もあっていろいろ取ってるっていうこともあるんですかね。そうですね、おそらくそういった側面もあるでしょうし、まあ、ビジネスマッチングの仕事内容を考えた時に、うん、おそらくですね、多分いろんな会社さんを支援しなきゃいけないっていう側面もある。確かに、つまり自分自身がある程度そのエネルギー業界っていうところかもしれないし、宇宙かもしれないし、まあ製造かもしれないし、そういった多種多様な業界において興味関心を持ってお客さんに対してリサーチのやり方とかマッチングの仕方みたいなところを提案していかないといけないっていうビジネスだと思うんですよね。まあそういった意味において、その知的好奇心とか興味関心が高い方であれば、未経験の方でも活躍ができる土壌があるっていう、なんかそういう事業の内容になってるからこそ多様な人材がいらっしゃるのかなというふうな指導してますね、うん、ありがとうございます、はい、理解できました。その他はどのような特徴がありますでしょうか。そうですね、まあ、これ転職サイトだったりとか、まあ、あとは僕も中の方から聞くんですけど、うん、かなり大人の組織みたいですね。おお、大人とは。そうですね、なんかもともと30代の方中心の組織設計だったらしいんですが、うん、最近だって20代の方も増えてきてると、うん、で IT ベンチャーで20代の方も多いってなると、はい、なんかやってくぞみたいな。そうですね、はい、なんか気合だというか、はい、気合だおかしいからまあやっぱりこう、うん、スタートアップ特有のイメージはありますよね、はい、はい、っていう、まあ、イメージ持たれる方も多いかもしれないですが、うん、まあ、その中で、まあ、もちろんそういったですね勢いのあるカルチャーってのもあると思うんですけれども、うん、比較的なんかロジカルで客観的な指標を用いて対話ができるっていう方がですね、まあ、多いというふうにお伺いをしていて、うん、もちろん勢いもありながら、かなりそういったなんか、なんていうんですかね、あるいい意味で落ち着いた組織になってるというふうな話は聞いたことがあります、うん、はい。さっきの出身業界の属性を見ても、やはり大企業出身の方もいていそうなので、はい、なんかそのカルチャーは納得感あるというか、うん、そうなりそうだなって気はしますね。そうですね、はい、うんうん。ちなみにこう前回の動画では、はい、こうやはりこうグローバルを一つ重要なキーワードとして捉えている企業さんだと感じたんですけども、はい、この点に何かありますか。ありがとうございます。もちろんですね、グローバルに多拠点展開されてらっしゃるところで、うん、数年前に買収をされたコールマンさんとの社員さんとの交流っていうところも、うん、まあ、かなりあるというふうにお伺いをしていたりとか、うん、まあ、あとはクライアントの海外進出支援したり、海外のクライアントの日本進出の支援をされるというふうな事業があったりというところでですね、うん、まあ、かなり海外色は強いというふうな話を聞いています、うん。ただですね、社員さんの中で絶対英語が使えないと入れないのかみたいな話ではなくてですね、うん、まあ、意外と英語が使える方の割合っていうのはそんなにめちゃめちゃ高いわけじゃないっていうのも、うん、はい、お伺いはしてたりします、うん。ただやっぱりその日本の伝統的な企業と、まあ、グローバル企業のやっぱりその差分みたいなところはやっぱり反応あるかなと思っていて、うん、だからいわゆるその年功序列のカルチャーだったりとか、うん、その中高年男性だけみたいな同質性の高い組織って、まあ、ある意味日本の企業の特徴なのかなと思ってるんですけど、やっぱりそのグローバルの色を取り入れていくっていうことは、まあ、多様なバックグラウンドを持った人材と協調して価値を作り上げていかなきゃいけないっていうところで、まあ、比較的その、なんていうんですか、年功序列というよりも能力ベースでの評価になりやすかったりとか、ダイバーシティに意識した経営、それはもちろんセクシャルマイノリティの方も、まあ、女性の方も、まあ、男性の方も、いろんな人が働きやすい組織に意図して設計をされているというふうなところはですね、かなり経営陣意識して作られているようなカルチャーなのかなというふうに思ってます。うん、ありがとうございます、はい、ちなみにこうキャリアパスとかってどのようなことですか。はい、ありがとうございます。キャリアパス一言で言うとですね、これもちょっと半分推測も入るんですけれども、うん、あまり固定的なキャリアパスがない会社さんなのかなという認識をしてますと、うんうん、で、まあ、先ほど前編の動画で申し上げた通り、はい、まあ、その事業会社さん向けにサービスを提供している部署と、うん、コンサルティングファームとか金融機関さん向けにサービスを提供している部署と、うん、まあ、あと新規事業の部署、海外みたいな形で多様な部署で分かれてらっしゃるような組織なんですけれども、うん、比較的部署間の移動も活発に行われてるっていうのは、このキャリアパスの事例を見ていただいても分かる通りなのかなというふうに思いますし、結構ですね、このビザスクの事業をしっかりと運用していくのって、はい、社員一人一人の創意工夫が結構大事だと僕は考えてます、うん。まあ、なぜかというと、まあ、やっぱりそのクライアントさんにそのリサーチの設計をしていくだったりとか、そういう時にリサーチの設計マネジメント業務って、はい、結構その正解がなかったりするところもあると思うんですよね、うん、
確かに。こういう新規事業を立ち上げるときには、こういうリサーチを組んだらいいって、多分ちょっと型にしづらい部分があると思うんですよ。うん、なんで、その社員一人一人がクライアントのことを考えて提案するっていう力も必要だと思いますし、まあ、正解がない部分だからこそ、自分がやったその事例みたいなのを横に展開して、あの部門の型にしていくとか、なんかそういったですね、事業開発に携わるような動きっていうのを、比較的社員全員が多分やっていかないといけないっていうカルチャーだと思っているんですね。なんで、その自発性のある社員が育ちやすいし、まあ、それを会社としても部署移動という形とか、昇進昇格という形で受け入れる準備があるっていう風なカルチャーになっているのかなというふうには見ていてですね、まあ、そのあたりのキャリアの設計もかなり柔軟なところは、僕は推しポイントの一つですと。ありがとうございます。確かに、ここの SaaS と比較してみると、SaaS って一般的にやっぱりこうインサイドセールスから入ってフィールドセールス、はい、まあ、行けてサクセスとかっていう、うん、あのキャリアパスは一般的だと思うんですけど、はい、やっぱりそこと比べてもちょっと柔軟性が高そうですよね。そうですね。まあ、SaaS の企業まちまちですけど、ビザスクさん単体で見ると非常に柔軟性高いキャリアになっているのかなと思っております。ありがとうございます。はい。働き方はいかがでしょうか？働き方もですね、先ほど申し上げた通り、まずは前提、かなり、社員個人個人の裁量に、任せるっていう考え方を強く持ってらっしゃるような会社さんだと認識をしておりますと。で、実際制度にもそれが出てるかなというふうに思っていて、はい、まあ、開発の職種の方であればフルリモート OK ですし、ビジネスの職種の方であっても、まあ、出社とリモートを柔軟に組み合わせて、勤務ができるっていうところだったり、まあ、もちろんその有給とか時短みたいなところとかも、かなり柔軟に制度設計されていらっしゃるというところを伺いを、しているところがあるので、まあ、かなり柔軟な働き方ができる会社だというふうに認識をしています。その他はいかがでしょうか？はい、まあ、その他はですね、副業も許可されてるっていうですね、そこも、まあ、いい人にとってはすごいいいんじゃないかなと思ってて、まあ、SaaS の企業でも大手になると副業かなり厳しく見られたりとか、まあ、許可してないよって企業もですね、実はあるんですけれども、まあ、ビザスクさんの場合だとですね、自社のサービス自体がそのスポットコンサルという、いわゆる副業支援のプラットフォームという色も持つので、まあ、自分の会社、ビザスクにおいてもですね、副業はかなり柔軟に認められてるよっていうところもですね、まあ、いろんな知見吸収しやすくしてる制度を持ってるのもすごいいいなと思ってますね。はい、確かに。まず自分たちのサービスの思想を体現するのは自分たちだということなのかもしれないですね。そうですね。その意図もあるかもしれないですね。はい。ありがとうございます。カルチャーとか働き方のことはだいぶイメージつかめたので、はい、続いて将来性、今後っていう部分にスポットライトが出てきたんですけど、ビザスクさんの今後、ズバリ小田さんはどう見てますか？はい、もちろん非常に成長性高い会社だと思いますし、今ジャパンでナンバーワンの立ち位置スポットコンサルで取られており、今コールマンさんの買収を契機にグローバルでもナンバーワンの立ち位置をですね取りに行こうとされてらっしゃるっていうところでですね、まあ、非常にいいポジションにいられる企業なのかなというふうには思ってるっていうのが全体感になります、ありがとうございます。なんか僕も同じ認識なんですけど、はい、一方でビザスクさんの株価の進捗があまり思わしくないというニュースを目にしたんですけども、この点はいかがですか？ありがとうございます。まず前提として、まあ、ビザスクさん一時期に比べるともちろん少し多少落ちてはいるんですけれども、一時期その国内の IT の株価のバブルだった時期みたいなのがコロナ前ぐらいにあったので、まあ、そこの影響を受けてるのはどこの会社も比較的同じような形ですよと。なるほど。新興の企業は、まあ、いわゆる旧マザーズ現グロースに上場されてらっしゃるような企業だと、まあ、等しく影響を受けてるところなので、まあ、そこは妥当な範囲内なのかなというところと、どうしてもですね、海外に事業展開をしていると海外のマクロ環境の影響を少し受けやすくなってくる。ちょっとこれ説明難しいんですが、まあ、海外の市況感が若干よろしくなかったので、まあ、それの煽りを受けているというところもありますと。ただ一方でその国内事業だけに絞ってみると、もちろん目標達成ベースで順調に成長されてらっしゃるっていうのが今期の業績のハイライトでも出てましたし、まあ、海外の市場も引き続き成長している市場ですし、マクロ環境も戻ってくるっていう予想もあるので、まあ、そういった意味においては引き続き伸びてるマーケットで強いシェアを持ってるっていう、中長期的に見るとですね、力強い成長が期待できるのではないかなというふうな認識をしています。はい、確かに。なんかリクルートさんにおけるインディーズもそうですけど、はい、まあ、アメリカ海外のマクロ経済の影響ってもうどうしようもないですからね。そうですね。そういうところはあるのかなと思いますね。ビ、ザスクさんがコントロール可能な範囲の特に国内の部分に関しては進捗、いいということで、この点は安心材料かなと思いますね。その通りですね。はい、で今日の動画を見た皆さんですね、ビザスクさんに興味を持った方ももちろんですし、まあ、普段こう SaaS とか人材とか、MA コンサルとかを我々支援注力しているんですけども、そういった業界に興味がある方でもいいですし、キャリア全般に悩まれている方、どんなお悩みでもいいので、無料でキャリア相談引き受けておりますので、ぜひ概要欄の方から応募してみてください。じゃあ小田さんからも宣伝いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。僕が所属しているベンチャーキャピタルのバカという会社もですね、 YouTube チャンネルを実はやってます。起業家さんの生々しい起業のリアルの裏話だったりとか、レジェンド投資家さんのこれまでの背景だったりとか、そういった企業の生々しいリアルに迫るというコンテンツをたくさん撮っておりますので、ぜひご覧になっていただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。
YouTube の動画はここまでですが、続きの転職対策編の動画は概要欄の公式 LINE から見ることができますので、ぜひご登録ください。また1対1のキャリア相談も受け付けておりますので、こちらも概要欄の LINE からぜひご応募ください。自己分析から転職対策まで無料でフルサポートさせていただきます。